検証名人、母ちゃんの毎日検証生活こういう意味あんのかどうかだんだん疑問なんだけど、これね、遡ってね、聞いてるとね、なんか、あの、違って言ってる時あるよ。あの、ま、昔はなんか、毎日検証生活で、母ちゃんのとか言ったりとか、なんか、なんか、変。前の聞くと、今これ固定化してきたから、来てるから、なんか昔の聞くと変。 自分の聞いてんのかよって言われそうなんだけど、なんかあの、うん。ちびのすけのアカウントだとね、なんかね、流れてくんだよ。自分のが自動再生で。それで聞、聞くとさ、言われながらな聞き入っちゃうんだよね。ななんかこいつ何喋ってんだろうみたいな。え酔ってるわけじゃなくて、すげえ喋るなーと思って。うん。なんか自分が疲れてる時に、自分で自分の話を聞くやつって。 うん、いやいや、これ話しなに、なんかこう、なんだろう、こう、引き込まれるところはね、あると思うよ、自分で。まあ、それが面白いか面白くないかは別として、その話してる内容とかによっては、なんか、うん、なんかこう、マニアックな人で、好きな人いるんじゃないかなと、ちょっと思ったりとかします。で、このですね、 山パンのもらったよ。今回なんかここのなんかあの、セカンドチャンスの検証ないですね。これセカンドチャンスの検証ってオープンしたことないんだけど、私。もう終わってくれてよかったよ。で、結構びっくりしてるのが、山崎パンが千代田区岩本町って書いてあるんだよね。これ本社が千代田区岩本町なんだ。なるほどって。山崎パンはホテルね、 大谷で株主総会やるんですけど、あの、パンなんだよ。お土産がパン、だから、だったっけな。パン、パンはでもなんかちょっと日持ちするパンなんだよね。パンってね、あの、日持ちしないからね、本当になんか朝横付けできて、土産を仕込んでとかやんなきゃいけないから、本来だったら自分たちの主力商品を、 渡したいんでしょうけど、株主優待も含めてですよ。本当だったらパンのばーごっそりで、ね、あった方がいいと思うんだけど、でもパンはね、大変らしいですよ。だからダブルソフトかなんかを、あの、その日、朝、朝できたやつを横付けで、低く入れてんのね、見たことある。うん、で、ニューヨータにはね、あの、ドラゴンズが止まってんだよ。あの、試合の時に。 とか言マニアックなこと言ってんじゃないよって。いや、なんか、めんどくさくて、そのまま、あの、止まっちゃったりとかすることがあって、でね、どこだっけな。カープはねあ、あの、名古屋、名古屋でカープは、東急ホテルだったなんか、めんどくさくて、もう、 止まっちゃった時に遭遇することがある。あとなんかね、千葉にもあるじゃん。千葉の、あの、マリンスタジアムってあるじゃん。あそこはね、ホテルの、あの、あの、どこだ何ホテルがホテルの名前が言えない。そこのホテルに、なんかあの、西部が止まってたとか、あの、止まるんだ、みたいな。埼玉から来ないんだ、みたいな。あとね、 横浜ベイスターズの試合はね、割と球場のところに、割とね、あの、選手の、あの、豪華な車が止まってるんで、駐車場がね、球場に。あれ多分ね、そこら周辺に泊まりたくないからだよ、きっと。まあ、まあ、あとはだから、あの、そのホテルニューオータニに,に泊まって、横浜スタジアムまでバスで来るとか、できると思うんだよ、きっと。 まあでも、横浜めんどくさいから横浜で泊まるってことはないんでどうん、ど、んのがあんのかなインターコンチネンタルとか、あれで、コンチネンタルはちょっとやだな。どこ、どこ、ニューグランドとかなら、ちょっと居心地良さそうね。いや、でも、なめたつく。ああ、どこだろうわかんない。まあいいや、ちょっとヤマパンね、これもらってきたんです。で、今日こそはちょっと本当に、サクッとやらないと、もう、動画もね、 毎回毎回クソ長く喋ってるな、なかなか体力とかがないんでね。うん、でもこれやっともらっ、もらって、もらってみてすごいいいんだよ、これ。なかなかいいんだよ。山パンまた集めてさ、なんとか3個、3個、目標3個、でき、理想は4、4、4つ。幼少期って4つがセットになるんですよ。だから4つ欲しいんですけど、3個、目標。 で、で、現実どうかなこれなんかね、今回28ポイントなってんだよ。なんかいつもとね、ち、違うんだよ。もう、ニハも儲かってないのかなうーん、わかんないけど、ちょっとその辺もちょっと話聞きたいけどさ、今年自粛でね、どうかなって。で、あと私今ね、パスコ集めてんだパスコ。パスコの、うん、パスコの春のプレゼント。これね、 今、せっせとパン食べてるよ、パン。パン食べて、は、はって集めて、ホットクックの応募を目指す、みたいな。これ2個やってるからね、これもね、28点、20、ええっとね、何これ、あの、27点だ。ヘルシーホットクックを応募するために27点なんだよ。もう、もうこれ、毎日。

<laughs> 無理かも。次ので当てるかな。4月30日までなんで、5月7日。第1回目に応募したいんだよな。この気持ち。ちょっと、あの、こういう時に大家族さ、いいなと思うんですけど、でも大家族食品かっ、食費かかるから結構大変かもしんない。で、今日ですね、ここにいっぱい入浴剤を置いたのはですね、入浴剤の、あの、ちょっと、入浴剤私大好きなんで、いろいろなんか買って、いろいろなんかの、うん やってんですけど、でね、こう、入浴剤お試しセットっていうのは、なんか、福袋みたいなのがあったので、それを買ってきたんですよ。ちょっと、これなんか良くないっすかこの、この、このポーズやれって言ったら絶対無理だよみたいな。絶対無理だよ、片足でさ、フラミンゴじゃないんだからさ、いや、できるって言ったら私は無理だよヨ。ヨガでさ、ヨガ、ヨガだ、ヨガぐらいだったらね、なんとかね、あの、 あの、なんか、あんじゃん。あれ、なんか今日。あでもね、私ね、集団行動とか、あの、人と同じ行動するの苦手なんで、もう一番最悪なのが、あの、エアロビックスみたいなやつ。あれで、あの、ほら、ジムとか行ってるとさ、漏れなく、あんじゃん。んで、あれにね、一回だけ出たことあるんだけどね、まあ、まあ、みんなと同じ行動するの、 いやだからさ、恥の方のさ、送るの恥の絶対目立たないようなところ。まあ、いつもそうなんだけどさ、あの、なんかその、えー、ジムのやつ以外で、だからなんか劇団の時にやらされた時とかも、なるべく、勉強はね、いつも先生のめんまんまい、どまんまいとか、そういうのが好きなタイプなんですけど、そういうの、体操とかそういうやつだと、一番送るの恥の、恥のも見えないところ がいいんですよ。うん、勉強とか講演会とかそういうのはどまんまえがいいんだけど、どまんまえでこう聞くのがいいんだけど、あの運動系はう奥の端の方でね。あれでも結構先生ってね、見てるもんなんだよ。うそこみたいな感じで。まあ、あれ最悪だわ、もう。あの、うん。集団行動で一番苦痛なのはやっぱそれだね。うん。あの、エアロビクス。 一番無理だね無理無理無理,無理だってさ、うん、ででヨガヨガこれを見てヨガを思い出したんですねでヨガ教室もね行ったことあるんですよあのもう子供がいるとか,なんか、ね、妊娠出産とかの時ってできるのってヨガぐらいしかないんであのもうそれヨガにやったことあるんですけどヨガですら私あの同じことできないからね 本当にに何でダメなんだろうってもう多分ダメなんだろうねきっとあのもう独自の独自の何かでやりたいんだろうねきっと人の言うこと聞かないタイプなんだよ多分 <laughs>、うん、それを参考だ料理だってさあのレシピとかさあの突き詰めてちゃんと見てさ作ったことないもんだってで私ね成果成果ってあの,あのお菓子あれが向いてないんだよ 作れるんだけどさあれ成果って計量がむちゃくちゃ大事でしょ私計量が大嫌いだからさあの分量きちっと測ってきちっとのきちっとなんとかっていうのがあパンだパンパンはね絶対無理だってパンってね分量ちゃんとしてないとちゃんとできないもんだからもう絶対無理パンは無理だからね子供一応パン教室に行かせたいなと思ってるんですで なんかちょっと良くないですかなんか大体ね、いいなっていうのが、売り場見て、あの、ま、洋歌堂の売り場なんですけど、いいなって思うのは大体バスクリーンだね。あやっぱね、このね、バスクリーンのね、会社の人はね、まジ一日社員の人風呂に入ってるしてたもん。あの会社の、会社にモデルルームみたいな感じの浴槽があって、バスサブがあって、そこに一日中なんか風呂に使ってるらしいですよ。羨ましいと思うんだけど、私なんかまださ、 もうまだもう子供が、そうね、妊婦の時はね、自由だね。子供が生まれてないから、風呂に入るのもさ、ゆっくり風呂に疲れるじゃん。だけど、あのー、生まれてからゆっくりなんか風呂使えれないよ。い、う、ま、ん、だにだね。それ10年経った今でも、ゆっくり風呂には疲れてない。だから、妊婦さんの方、妊婦さんの方、 あの、ぜひ、ゆっくり今、今のうちに風呂に浸かっといてください。あの、あと、婚活中の人、もう本当にゆっくり風呂に浸かれなくなるんで、うん、で、これを買いました。もう唯一、今の、もう、ほ楽しみはもう、温泉にも行けないでしょだから、入浴剤しか私の心の支えはないんだよ。で、一番自分でね、気に入ってるのは、引き湯だね。これが、これがね、最高にね、 これ、アースの株主総会の時に、すげえな、なんかもう、王子屋みたいな、ミルボンの王子屋みたいに、この、この、これ、これよ、これ。これがね、バーって展示してあって、カラーバリエーションっていうの。すげえ綺麗って思って全種類揃えて、家で毎日なんかこう、風呂ソムリエじゃないんだよ。こうやって、これ全部揃えてね、バーってこう、置きたかったんだけど、ほら、うち、怪獣がいるからさ、 こういういいの置いとくとさ、うん、全部一本使われちゃったりとかさするんで、まあ、そういうこともできないなミルボンのシャンプーも一本まるまるなんかのなんか流されたことがあるいやな,なんでしょうことすんのか理由を言わないからいまだに解決してないなんでシャンプーを一本まるまるぶちまけるのかその発想と心理が分かんないよ 未だに分かんないもんほんとなんかねミルボンってねあのポンプのやつ1本1万円ぐらいするやつもあるんですよそのピン切りなんで値段がその効果効能によってピン切りなんでそれの一番高いやつで私がもったいぶって使わないでもうほんとなんかちまちまやってたやつをバッてぶちまけたんだよね。ななんんでそういういいことするのか分かんないあとあれだクナイプ クナイプの、あ、クナイプはね、もう今、あの、風呂場にずっと置いてあるから、ちょっとそれをここに持ってくるのはちょっと嫌だから持ってこないですけど、クナイプのラベンダー。あークナイプのラベンダーとかも1本、一本あ、クナイプのラベンダーじゃなくて、それはね、クナイプの桜ってやつ。いやー、いやなんか、こう、なんちうのかな、熊の後ろ姿のやつだったんですけど、あれをね、一本、全部。 浴槽にブワーッとぶちまけてで風呂からきたたましい匂いがな何って思ったら風呂に全部とかねあれんだよもう予期せぬあのねもう理論理論とかねもう理屈とかそんなのじゃないんだよもう,もうなんかやるからうんうん <laughs> 攻略法もないよ <laughs> 人間だから一人一人ねやることが違うから あとね、一番言いたいのはね、あの子供いないくせにあ、結婚してないくせに、結婚するとこうだからとか、こういう相手がいいとか、そういうね、なんかあのー、言うのはね、間違ってる。子供がいないくせに、子供がいる、いる生活のことを言うのも、それはもう本当に間違ってる。だって、あの、結婚するひ、まあ、結婚する人はある程度自分で、 選んででどうのってきだから自分がさ高嶺の花を狙いたかったらまあすんげえ自分が努力してまあ男はお金女は美美しさだからそれを限りなく自分をトップにあの持っていけば高嶺の花狙えるけれどもでも結婚もある程度でももう決まって。 だって、あ高値の花を掴もうとしたとしても、だいたい高値の花ってそ、その男の収入が高いっていうのも、だいたい家柄が良ければ、大体、あのもう、その始まりがスタートがさ、 あの、こう、いいところから始まってるから、高いっていうケースの方が、多いんですよ。一代目社長よりも、二代目、三代目とかでお金持ってる人の方が。そうしたら、だいたいそういう資産家の人は、だいたいそれなりの同じレベルの資産のある人と結婚するので、まあ、いたいもうね、いくらい夢を見たりもね、高値の花をね、あれしてもね、まあ、無理ですわ。あの、一番だって、あの、 釣り合わない相手と結婚するのは自分が悲劇だから。うん、大変だよ。だってあのさあ、あの皇族の人だってさ、だってもうこんな底辺すぎるくらい底辺でしょの人とさ。 お姫様みたいな人でしょあれ結婚して自分がしんどいだけだと思うんだけど、馬の下さば、普通にしれーっとサバでいるんだよね。すげーメンタルだなと思ってまあ、でもあれだけのメンタルだからすごいんじゃないかっていう、うん、感じがあるんですけど、うん。だからね、今、独身で暇な暇、暇じゃないんだけど、独身は独身でまたやること自分の趣味とかいろいろあるから忙しいんでしょうけど、風呂にね、入るのね、 あの、ゆっくり入れなくなるんで、子供がいると、風呂入ってくる。もうこれだけで私は、これ、風呂にね、1時間とか2時間ぐらい浸かることとかさ、あの誰もいないところで爆睡したいとか、まあ、夢はそれくらいになってきますよ。もうほんと、声とかも全くしないというか、もう一人だけの空間のところで寝たい。とかね。 あったとだか、風呂に1時間、もう全部風呂に入りたいとかさ、あるんだよとかそそ、そういう願望になってくるから。何が欲しいとか、カニが欲しいとか、なんだかんだとかね、そんなこと言ってられるもんじゃないの。趣味がどうだとかね、スキーがしたいだのね、あのね、何、何が、何が欲しいとか、カード集めたいだのね、ゲームがしたいだのね、そんなんじゃないんだよって。まずだって結婚さ、まず結婚してみろと。 けまず結婚してみろと。まあ、そこでだって、協調性と妥協がなければ、妥協と我慢だよ。忍耐力とかさ、そういうもんがなかったら結婚できないからさ。で、結婚したら大体で、自分とは違う人間なんだからそそういう、そいつと一緒にいなきゃいけないの。匂いも含めて全部で我慢しなきゃダメなの我慢、ね。で、自分のクローンじゃないんだからさ、まあ、自分のクローンだってうざいと思うけれども、 あのー、理想通りに動かないんだから人間なんてさ。だからそれ我慢と忍耐でしょで、だから臭かったりとかに、匂いなんかもう自分の口の匂いだって臭いわけでしょで、歯の中なんか詰まっちゃたら。なんだから相手の匂いなんかもう3倍以上臭いから、トイレの後だって臭いから。 でも、あのー、頭の匂いだって臭いから、冷静に考えてみますっごい今が大好きで大好きで大好きでしょうがなくて、もうどんな臭い匂いでも大好きですって言って言っても、おなも,もうもう3日ぐらいで臭いと思うからちゃんと正常な脳に戻るから、もそこら辺ちゃんと考えた方がいいよだって、もう絶対だってさ、あの、うん、ジャニーズの人だってさ、風呂入んか臭いと思うよ。 歯磨かなかったら臭いと思うよ。爽やかでイケメンだから匂いがさ、うんこがさに、にうんこの匂いしないとかそんなの絶対ないじゃん。臭いもん臭いんだよ。匂いが。で、ジャニーズだってね、間違いなくね、じじいになったらね、じじいなんだよ。こないだなんかさ、テレビでさ、あの、酒でさ、しくじったさ、あの、トキオの方、いるじゃん。 この人、だからテレビでまた捕まりましたっていう時見た時にもうむちゃくちゃええー、っていうぐらいなんか変わっちゃったよ。やっぱりだ、そうやってなんか一線で出てなかったらさ、やっぱ意識もそうだし、見られてるっていうのもそうだし、あとだからその、スタイリストの方とか、いろいろ、ほらメイクの方とか、いろんなのがいても絶好調の完璧っていうのを映してるもんだから、私生活の、もう、意識してないところっていうのはもう、 えって思っちゃうね、本当に。あれは、だからテレビがね、本物だ、本物の人,人間だと、うん、思ったらね、大間違いだよと思うよ、ほんとにか内。内面とか、うん、かな。だから女の人だって化粧でさ、全然顔変わってくるしね。うん。まあ最初のとっかかりはね、言うても人間なんで、あの、見た目が男だったら、見た目可愛いのがいいとかさ、 思っちゃうかもしれないですけどでもやっぱりその中でやっぱり3日以上見てても飽きない味のあるとかさなんかさあ,あんじゃん化粧取って取ってさ化粧と化粧ですげえ変わるっていうのもどうかと思うよだって普通はそんなには変わらないよまああのそれなりに それ何すげえ変わるって言ったらもうすげえ大変だと思うよ。だってすげえだって化粧ですげえ可愛くなっちゃってる人とかだったらさ、その化粧外して取れなくなっちゃうじゃん。あ皮膚の上になんか塗るわけだからやっぱ辛いわけでしょだから今フランスとかなんかマスクしてるから化粧しなかったりとかあのオンラインとかだから化粧しなくて済むからって化粧売れないわけなんだからさ。うん。で話がまたそれだけどこれ これはね、これはちょっとね、詰め替え用だからね、ちょっとどうやって感じなんだけど締め替えじゃないやつが入ってたんだけど、でもなんかこうパッケージがすごいね、いいんだよ。なんか。で、無添加って書いてある。無添加で、ね、最近ちょっと私ね、うん、無添加好きだね。言葉、言葉だけでも。いや、実際にそんななんか生活できるかって言ったら、実際できないんだけど、言葉が好きっていうぐらいの、そういう感じ。うん。 いいよ無添加少しでもあの全くあの添加物意識してないような人はもうほんとでちょっとのもうレベル無添加に変えた方がいいよこの無添加をいいワードだと思う認識を持った方がいいよもう本当に時代が今そうだからの免疫力を高めるっていうあの方ことがすごく重要視されてるだから自分の免疫力を高めるまずでもそれもね 免疫力を高めて自分自体が健康体でいなければ、子供とかね、これから結婚してさ、これから結婚する人がこんなの聞いてるかどうかわかんないですけど、でも子供ってさ、ほら、理想、理想的に基本的に子供って言ったら、うわって普通の子供を想像するかもしれないけど、それですら子供ですら、今のまんまの食生活で、あの、生きていたらですよ。 子供が産まれないんですよ。あのお、男性も含めてですよ。男性も、その、カップ麺ばっかりとか食べてたら、うん、あとしょ、乱れた食生活、添加物まみれとか、そんなのやってたら、ちゃんと子供が産めるようなさ、そういうなんか、男は種でしょでも女の人もそうですよ。あの、意識しないと。女の人は畑畑だとしたらさ、そんななんかあの、食生活 もう意識しないです。好き勝手放題にやって。まあ見た目は良くても、ちゃんとさ、やらないと、ちゃんと食生活、中身。まあでも見た目いい人って中身もすげえ意識し、高いからね。そうじゃなかったら、取り繕ろってできないもん。な、もう、皮膚だもんだって。やっぱり見た目綺麗な人はね、だいたい食生活もね、綺麗にしてる。 ジャンクなものとか夜中とか食べないもの。まあ、それで綺麗が保てるんだ。究極そこなんだよね。うん、それで、あれですよ。生まれる子供がどうのとかね、子育てがどうのとかね。まあ、理想はいいですよ。別に、あの、高値の最高峰の綺麗な女の人、若い女の人を狙ってもね。いやー、これはあのー、 まあ、40、50ぐらいのおっさんに向けて言ってるんだけどね。50ぐらいでね。自分よりもね、どうせ結婚するんだったら自分より若くて綺麗な。まあ、でおそらく50の男に、ね、ね、20歳若い。30代狙ってるんだったらまだいいよ。30ぐらいのね、女性をね、めがけてんだったら20歳ぐらいだったらまだ現実的。 たい50の男め、あの、なんかこう追っかけてんのって、20代だから、20代の若い子ね。乃木坂とかさ、野木坂とか欅坂とか、ああ,あ,あ,あいうこと子らを追いかけてんのよ、ずっとももう。いやいや、それでなんか、すげえお金がある人だったら、まあその50代が追っかけても、男は、金。ね、あの、仕事とかさ、社会的地位とか、 そういうのがあればね、アイドルでも何でも結婚できますよ。女は、あの、逆に <laughs>、あの、顔。だから、その、そのマッチングはね、ありなんだよ。実は。だから、乃木坂と、好きえ金持ちとはのマッチングは OK だけど、あの、もう、冴えてない奴がね、逆玉とかでも、そんなのもう絶対無理だから、もう。無理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 、まあ、本当にもう。あの、金の、金を持ってて、だから逆玉って言あれだよねあの、お姫様だよな。まあ、でもなー あれは理解できない。で、これ、これなんですけど、これね、一応入ってみたらね、良かったですよ、意外と。あの、顔はね、割と、し、し、パッケージは質素にするみたいですよ、顔の、顔は。そう言ってました、書いてましたよ、コメントでありましたよ。顔っていうのは、会社的にもそういうな、飾らない、着飾らない、下手なんかこう、うわーってしたことをしない会社だって言って。 社風っていやャフで私あの顔映像センターに何,何ヶ月かね、うん、仕事したことあるんですけどやっぱ顔は自分のところで CM 作るんであんま話盛らないんだよでもなんかね私何か仕事したのがなんかシャンプーの CM って CM ってすっげえ時間かかる何十秒かぐらいなのにすっげえすっげえ時間かかるんだけど あの、毛束毛束の、毛束を持って、そのシャンプーのこう、こうの紙がこういう風になるっていうのを、げっげえ苦労したのを思い出して、いやでもなんかね、あの、すっげえ思い出して、どれ、なれれ、はれれってんの、んのとは言えない何をって、その毛束を、じゃどうしたのシャンプーか。ああ、あれか、あの製品かとかなるから、ちょっとその商品のあれは言えないですけど、なんかね、 映像センターで、あのー、行ってる人にも、ちゃんと、なんかね、1000円、1500円ぐらいなんか、顔の商品、主力商品のセットかなんかね、昔は配ってたんだけど、今配ってないみたいですね。うん。あのー、顔はね、あれですよ、亀あり、亀井戸どっち亀井戸だ。亀井戸香取神社の、ね、ところに、あの、行こうとすると、あの、ありますよ、会社が。 なんか、なんか、キュンとなるんだよ。あ,れあれの時、辛かったから。あれが、あれが辛かったから。うーん。なんか、その、タレントの方がいるんだけど、多忙なタレントの方だから、なんかね、なんかね、空港までね迎えに行かなきゃいけなくて、で、その時間が、なんか合わなくて、その迎えに行く係をやらされた時が辛かった。もう本当に、あれ思い出すとなんかこう。ああ、だからもう本当だからね、綺麗だとしても性格も、 あの、パ、自分の方、イメージ通りっていうあれじゃないんだよ、もう。結構ね、綺麗な人ってね、性格きつかったりとかすんだよ。うん。<laughs> ちょっと、ね、だでだ私がでも一番無難に、無難に好きなのは、聞き湯シリーズが好きです。キき湯シリーズがね。で、でもそれを超える、それを超える、あれをですね、私はね、探してる。今。 で、こういうあの、シ島コレクションとか、風呂が唯一の楽しみなんで、毎日この一個ずつですね、この匂いを楽しんだりとか、入った感覚を、こう、自分でこう、体感するのが今、それだけが唯一の楽しみなんですけど、これの、このですね、クソ高い重炭酸っていうのがですね、AFC っていう会社の商品なんですけど、これね、 30個入って、クソ高くはない子5000円ぐらいすんだよ、これ。5000円ぐらいすんですよ。な、AFC ね。AFC。間違ってね会社の名前ってほんとね、あの、間違えたりとか、なんもなしに適当にこう、始めて喋ってるもんだから、なんもかないね。カンペみたいなのもないわけだから、間違えるとちょっと問題だから、あれなんですけど、あのね、これね、5000円ぐらいするんですけど、これはも無難に、 でもね、じゃこれを2日間、うん、これ、ね、そんなに炭炭酸だからなんか重曹だと思ってイメージ的に私は勝手にこれここからイメージするのは重曹かなと思って重曹とかだったら洗濯とかにも使えるから翌日までの風呂とかにもいいのかなと思って湯をねそのままにしといたらね割ともうアウトって感じだった。 ま、基本的にあの少人数でもうちあの、の、二日間同じ風呂とかに入らないんで、でもこれもね、ほんとねびっくりする。今、現代だったら、こうやってあの、親と同居とかする人ってありえないから、 いいいかもしれないんですけどでもこれ10年ぐらい前とかそれよりももうちょっと前とかって、えーあのー、親とと同居とかっまあでもこれからね介護とかになってきた親と同居とかってもあるかもしれないでしょうけれども本当にね親世代ってねもう、あのー、大事にって言ったらいいのか分かんないけどもうそれも私もそういう家じゃないからさもう風呂って普通にさ あの、じゃーって全部流しちゃう、あれだけど、結構なんかあの、お湯を、お風呂の残り湯を洗濯に回したり、まあまあ、それはまあまあね、その日に風呂入って、まあ、ありえないですよ。だって風呂でみんなでさ、皮膚でさ、まあ、洗って入ったとしてもさ、雑菌とかが繁殖してるお湯をさ、次の日に洗濯として使って、 のとかさでもさ、洗濯機にホースがついてるからね。それ、それって、それ使ってくださいよみたいな風呂の水を洗濯に回せるような、あの、ホースがついてるからね。うん、それもね、えって思うんだけど、いや、いや、もうその水をね、よく3日ぐらい風呂を入る家系の人もいるらしいのよ。それ結 すごい多かったのよ。悩みっていうか、その、嫁の立場で、なま,まあねむいま、ママスタではないんだけど、ママスタの昔のママスタ的なもので、そのなんか愚痴を書く掲示板みたいなやつに、あの、書いてあったので、すっごい多かった、風呂問題。あの、その、ぎ、義両親って、義実っっていうのだから旦那の、 実家、旦那は、その、あの、金持ちかもしれないけど、旦那の両親まで金持ちかどうか分かんなかったりとかさ、するじゃん。すっげえ、なんか付き合ってる時って、割と男は見え、見え、見えっぱりなんで、お金がなくても内装で振りまくってさ、あの、あれだよ。振る舞うんだよ。男はね。それに、あの、まあまあ、 いいわ、この人で、みたいな感じで結婚して、で、結婚したら、実家で暮らさなきゃいけないと、普通に実家でも暮らして、そこまででも結婚、偉いよ、あなたって。いくら餌もらったとしても、偉いよって思うけど、その実家のお母さんとかが、もうむちゃくちゃドケチで、なんで、まあ、ケチだから金持ちなのかもわかんないけど、なんか風呂の、 水を3日間ぐらい買えない。しかもなんか入る順番が、じいさんから始まるから、自分が回ってくるのが一番最後で、もう3日目の最後の最後の風呂はヘドロみたいになってるとか、ね、匂いが臭いとかね、そう書いてあったの思い出した、それ。まあ、大体、あの、妊娠の末期になると、なんかもう何もできなくなるんで、そういう掲示板をね、むさぼりこう見まくるっていうさ、あの、時期になってくるんだよ。だ夜寝れないしさ、夜、あの、 お腹の中で子供が動いたりとかするから、うぅぅぅとか来たりとかして寝れなかったりとかするときに、スマホでこうぐーっとこう、そ,そういうなんか掲示板巡りとかするときに、なんかそういうの書いてあったよ。もう、怖っとか思って、怖っ嫌だわうわーって思って。なんか、それ気を付けた方がいいよ。あの、まあ、あんまりでもね、こだわりすぎると結婚はできなくなる。相手の両親まで。で、だからあの、同居とかさ、 あの、うん。あ、まあでもまあ、いろいろあるからね。大変なんだよ、もう。まあ。で、あんまり年齢がく年食ってからの子育ても大変だし、まずもってね、子供はね、元気で普通に生まれてくるとかね、それをベースにね、想像しちゃダメだよ。うん。まず子供が、 生まれないんだからもうそんなにスト,ストレートにさ、本当になんかあの、できちゃった結婚とかね、そういうのね、ばっかり結構、あの、報道されてるから、もう簡単に子供ができると思ってたね、大間違いなんだよ。結構ね、簡単には生まれなかったりとかするんだよ、現実。<laughs> うん。いや、生まれたとしても、本当になんかあの、アレルギーもなく、障害も全くなく、ま、まあ、 うち、うちがそうなんだけど、アレルギーもないし、障害も特にないんだけど、花粉症でもないからね。私、一応花粉症だからね。唯一のアレルギーだと、別にあの、気泡症は何もないのに、高血圧とかさ、糖尿とかそういうのは何もないのに、あの、花粉症のアレルギーだけあるんだよ。だからなんか、あの、いちいち問診票のところでこう書いてある中で、アレルギーの欄に、あの、 アレルギーって丸するんだけど、そのアレルギーで結構医者はビビるんだよ。何のアレルギーかっていうことに。いや、花粉症ですって言って。花粉症って書くと、ああ、って思うかもしんないけど、それくらい一回一回の何でも予防接種でも何でも何でも、あの、気を障がある人はすげえ大変だって話。も出産からね、あの、普通に、普通に、あの、分娩できるかどうかもわからないし、まず、まずもってその前に、できるかもわかんないの。でね、 あのー、もう、ちゃんと言われてるように、つき10日できちんと産むのも難しいの。まずもって子供ができないところで悩んでる人もいっぱいいるし、でも自分の問題じゃなくても、その、10ヶ月以内にも、に7ヶ月とかで生まれちゃったりとか6、6人によっては6ヶ月とかで生まれちゃうケースとかもあるんで、でも今、医療がすごいので、医療が高度医療っていうんですかそれで、あのー、 生きれるんですよ、普通に。ただ、親は結構鉄のメンタルを持ってないときついんじゃないかな私の、あの、妊婦同期が野田聖子さんなんでね。す、すっごい考えさせられましたよ。野田さん確かね、7ヶ月ぐらいで、あの、お子さん産んでるんですよ。で、自然に妊娠もできなかったから、なんか、あの、結構日本の技術を駆使して、えー ご自身の中で、あの妊娠されて、も出産も、あの、7ヶ月で生まれて、で、この間、なんか記事が出てましたけど、あの、な、なんで小学校卒業なのかって、よく何、何の卒業なのかわかんないけど、記事には小学校卒業って書いてあったんだけど、うちのチビと1年しか違わないのに、なんで、 一年っていうか、だから一学年なんですよ。一月生まれだから、あの、まさきくんが。で、うちが四月生まれだから、そこで一学年しか違わないのに、あれ、うち今度は三年で四年とかなのになんで卒業とかなのかなって、わかんなかったんですけど、でもなんかもう、本当になんかもう、 もうでも感動の感じだよな。あの、写真だけ見てるとね、もう、あと裏が何、どんなことがあるのかとか言うと、結構、ドキュメンタリーとかでやってたの。で、やると結構、あの、見ちゃったりとかするんだけど、もう本当なんかあの、もうそういう、いろんなことも覚悟して、産まないとっていう感じ。うん。 まあ、だから、ある程度、だから、年齢超えたらさ、もう、そんなさ、な、もう、好きができないからとかさ、何ができないからとか、これが楽しみたいから、酒飲みたいからとか、そんなもんじゃない、そんなもん、パーっと吹っ飛ばして、子供にさ、全、べてを。それでもなんか、あれだけ政治家でやるために、やっぱり、パートナーの、うん、人とお金と、まあ、いろんなことがさ、 あの、神レベルでああなってああいう人っていう。だから一般人だったらなかなか無理よ。あの、ああいう風に。うん。まあでも子供の医療費はなんだかんだよ。どうだろうでも収入によって無料じゃなかったりとかするんで、結構だからやっぱり健康は大事よ。 本当に。収入によってよ。で、それもしかもか自治体によってだから、恐ろしく田舎に行けば、どんな収入があろうとも、高校3年生まで、あの、医療費無、ただですよって、薬もただですよ、愛車もただですよ、なんでもただですっていう自治体があるかもしれないけど、あの、じゃあ住みたいなって思うような地区だったら、あのまあ、それなりの都会とかになると、そんなんないからも、小学校まで、 とかもう下手したら、もう普通に、小学校じゃないよ。3歳ぐらい、3歳ぐらいまでがただかな。3歳ぐらいまでが所得制限なしでお金払わなくてもよかったのかな。なんかとにかくね、子供にもお金かかるよ。だから、あの、普通にお金かかんないような、お礼の方がいいよ。だって医者行く時間だって手間だってさ、そういうのも全部さ、換算したら大変じゃんか。 でこの話なんですけどこれだから探査だと思ったら翌日も入れるかなと思ったら実は翌日はじじ翌日まで行かなかったかな。 あのまあでも、あの、なんかね、地震かなんかがあった時とかに、なんか水とかをほら溜めとかなきゃいけないとかっていうので、水を溜めるのもなんだしな、なんもなかったらなんだしなっていうので、入ったままのお湯を溜めといたら、やっぱり翌日それなりに臭かったんで、そういう効果はないんだなとは思いましたよ。すごいでもね、パッケージとかね、シンプルなんですこれ。こんな感じで。安そうに見えてもこれ、1個150円ぐらいの、この30、30、 三十兆で五千ぐらいなんで、んまあまあ、うん、まあ、ちょっとこれで五千円って言ったら、ええって二億台で五千円かよっていうね、一撃でかかかったら結構高く感じるかもしれないですけど、でも地味に十二個で四百円ぐらいだから、まあまあまあ高い方なのかな。安くはないね、みたいな。でも、機器油なんかだともうこれで、この一つで八百円ぐらいするんで、でもあの、あのこれは気に入ったんで、 これが気に入った。これが、このね、赤いやつが気に入った。うん。赤いやつが気に入ったから、赤いやつの詰め替えを買ってきた。うん。あの、でも基本的にね、これ詰め替え用っていうのは、あのその分、あの、こう、 これはお得って書いてあるけど、お得というよりは、よくよく単価を見ると、まあ、特に P&G の商品とかなんかはそうなんだけど、あの、ただ単純に環境に配慮してるっていうだけの自己満の世界があるからね。だって、スマまん買ったのと、のこの詰め替えと、大して値段変わらないとかあるんで、これは突き詰めて考えると、その中身が得っていうよりは、 環境に貢献してると考えるべきなんだなと思うことがありました。内容量の,あの単価とか、もそんなことまで細かいことまで考える人ってあんまりないかもしれないですけど、何が何でもあの詰め替えが得だっていうのは、うん、あの金額が得というよりはっていう感じです。 これは、だから、突き詰めてとか、その何グラムでどうので、こっちで買ったら何グラムでいくらで、え、だからこっちの方が高いです。もう考えたことないけどね。で、えー、で、結論から言うと、翌日も OK で、入った感じもむちゃくちゃ良かったの。あ、AFC はね、むちゃくちゃね、株価がね、 ようございますよ、最近。なんかあんのかななんかあんのかなやっぱりこう,こういう時期だからね。読めないわ、ほんとに。いや、あとだからね、株やっててね、今回2月の決算だったんで、で、思い立った銘柄が結構いろいろあるんだけど、まあ、そんな話をするとキリがないので、まあ、そこはしょりますけど、あの、クリエイトレストランツっていうのがあるんですけど、そこね、 あの暴落した時に買ったんですよ文句言いながらも文句言いながらも多分その時はね言ってるよおすすめとかして言ってる、えー、たともうおすすめだったもんだってあの安,安く暴落した時があったんですよその時に買ってあの400なんだけど買って。 だったら、やっぱ権利落ちも全然。まだ値段が下がってない。その買った時よりもだから、もうそのままあの配当ももらえるし、優待ももらえるし、あの投資した分のもう利益も出てるし、みたいな。そういうなんかいい状態ですよ。まあ、それをうん。今、まあ、でもでも,でもその安い飲食がさ、えー。満足かどうかっていうのはまた別だけどね。なんか最近ちょっと。 ちょっとレベルが結構落ちてるから、今のこの時代だからどうしようもないんでしょうけれども、なんか、うん、逆立たねえなって思いましたね。な,なんかあの、昔の記事。美味しかった美味しかった美味しかったここはこうでここはこうでとか言って、その全然、とかもう、今じゃないもん。今、今の、あのー、カゴのやと、昔の、ちょっと前の昔のカゴのやと全然違うもんだって。やっぱり、 利益を出さなきゃいけないとか、人件費がどうのとか、いろいろあるからね。やっぱりだから、うん、大変なのだから昔の話は昔の話。昔話。良かった時の話を聞いてムカつくだけ、みたいな。あんじゃ、だって私なんかバブル知らないのにさ、ベビ,ビルのくるやドゥッドルクッタとか話されるとムカつくじゃ知らねえよ、そんなのって。本当にあ、そうですかみたいな。<laughs> 話、話なんだよ。 多分,多分今管理職とかがバブルの世代なんじゃないかなこれ50あー分かんないな50ってなちょうどなそのそれくらいの世代でさもう思いっきりなんかあのかい雇い雇い止めっていうのかななんかもう本当に「あなたはあまり仕事しなくてもいいですでもお金はあげるけれどもあのクビにするとほらうるさいからうん。 首にするとうるさいけど働くその場所も部署もないからあなたとりあえずあの来てで5時に帰ってとかっていうなんかこうやっぱ男ってさ仕事でさサービス作業だのんだろうはんだろうってさうほざいてるやついるかもしれないですけど権利を主張してるのが多分30代ぐらいのやつが権利を主張してまあそれのそれすらならないのが20代なんだけどね今ねうん。でもその 昔の50代ぐらいの、さ、ちょうど、あの、そのバブル世代の人間ってさ、頑張れば頑張るだけ成果が出て、頑張れば頑張るだけ給料になったとかいう時代とかだったら、やっぱりなんかもう、会社のためにとかっていう、その、魂がやっぱ違うからね。なんかね。人間もなんかそのくらいからだんだんなんかこう、人間味とかがさ、なくなってきてるような感じが、だから今ね、 割と60代ぐらいの人かなちょうどそのバブルの恩恵を受けた、その、に、こう、やればやっただけ仕事ってなる。もうその人たちの人間力のあるところに、すごいなって、だってすごいちょっと失礼なことを言ったとしても、もうなんかもうそんなになんかムッとしないもんだって。ムッとされないもんだって。もう 50代くらいだったらまだ人間力がね、足らんからね、結構すげひぶじじいだとか、デリケないとかして、あの、あれするけどさ、60くらいになるとね、本当に人間がね、できてくるよ。本当に。いや、もうちょっと失言してもさ、こんなペースでね、もう失礼なこと言っちゃうの、もうすっごい、すっごいなんかもう、すっごい人なのに、ついつい失礼なこと言っちゃうんだよ、私は、一言。その失礼なことを思う、 許してくれる神のようなオーラ。あるんだよ。もうほんと、なんか60代の人はね、もうほんと、あの、なんか、なんだろう、人間力が違うな。もう、こんな、こんな、あの、もう20くらい、20以上、20、二十以上とかそこまですっごい言えないけど、自分より若いから、このなんな、こいつが言った、うん、から、人間世代に、んとか聞き流せるこの人間力があるな、と。 聞き流せるか早く言えとでこ,れこれだよこれ「有機のせい」っていうのがねこれ,これはティーライフのやつなんですけどこれなんかあのこれはなんかね臭いんですけどなんか、うん、竹をいぶしたみたいなはーんと鼻にはくるんだけどリラックスにはあんまりならないこのラベンダーとかこういうかときめくようなこういうあの ゼラニウムとかラベンダーとかローズマリーとかそういうアロマの匂いじゃないんですけどこれはね二日目の風呂も匂いがしないくらいやっぱ洗浄力とかもいろいろ備わってんだなみたいなでこれであのうのきみたいな感じではですねこれので 袋に入ったあったよ洗濯じゃなくて水まきっていうのは庭に水をまいても植物が死にませんって書いてあったんであすごいんだなと思いましたけどまあでも匂いが臭くならないっていうのはやっぱりそうなんだなってとここれこれもでも高いんですけど意外と、うん、これはね割と汗もちゃんと出てくるあと汗はね危き湯でも出てくる。 入った感じの入ったと感がすごく良かったりとかしますね。うん、で風呂の話をここまでもう十分しゃべってきてすっごいセラスまってるんだよ。での時にこの8日堂のこの検証の話を、うんうん、させていただこうと。でこれねうこういうに書いて書いてあるとねすごい検証マニアだったら。 ま、それ正確だと思うんですけど、そうやってあの人間力のある人だったら、このクイズとか、ね、この謎解きをする答えれば2倍になりますなんて言っても、ああ謎なんか解かないよ。別に僕はもうそう,そういうのでいいいよって言って、こんなの気にしないで、サクッと応募できるんでしょうけれども、私結構そういうのね、細かいタイプなんだよ。こいつ素直なっていうかさ、3問正解で応募口数2倍とか書いてあったら、 もうすげえなんか悩んでさ、今後のもう本当嫌いなんだよ、こういうなんかの、こういうな、IQ を求めるような、こういう問題、謎解きとか、大嫌いなんだけどね。あのそ、クイズ、クイズ大嫌いなんですよ、本当に。そんなのさ、ストレートにさ、言えないじゃん、答え、みたいな。すごい悩んだんですけど、なもう本当に私、これ、全然自分では考えてない、ないんだよ。もう本当、ちびのすけだより、 あいつに、あいつが解いたんだけどね、問題を。でさ、でね、あ、そうかそそ。それで、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 あの、入浴剤売り場にヒントが隠れているよとか書いてあって、ここへね、これ、なんて読むのって書いてあって、さっぱりわかんねえ、これ、妖怪用じゃねえのみたいな。お <laughs> いこれは、あ ローまだそうですよなんでかっていうのはあすごい解説したかったみたいですけどやつは今いないのであのそのきに取ってるわけであのやつのうんちからちょっとはしょってですね「あれまだそうですこれ。なんて読むの?」って。で合も喋るとさあれ「にんじんひんじんひんじん」って言うからさ。でこれね次は炭酸に囲まれたこと。 言葉があって炭酸って大体炭酸って何が炭酸なんだよって私だったらね思っちゃうんだよこ,これこれ第二に知らねえよこれ炭酸ってことがまずなんだよってだか,だから炭酸とかこうやって考えちゃうじゃんでも答えんだっけなんだっけな, <laughs> な,んだっけなあのちビのすき曰くこれはリリリラック リラックスリラックス,ックスだったよな確かうんリラックスなんだよリラックスって言ってたそんでもう謎さんだよこれちびのすけもすげえ悩んでてもう一回売り場に行ったりとかでも,もう一回売り場に行ったからこんなにまた買ったわけよねえ もう一回売り場にいたで売り場に行かないで、売り場にヒントが隠されてるよって、入浴剤売り場にヒントが隠されてるよって言うからさ、もうそんなの見てないで帰ってきちゃったもんだからさ、もう一回行って、で、私はさ、新たな入浴剤の物色で、ときめいてたときに、つは、まだこの謎解きに引っかかってたらしくて、あ、ないないこれって。で、あの、間違いのマスを下から選んでって書いてあった、読んでって書いてあって、 あの、これは、ね、元気だそうです。はい。はい。これが答えでございます。で、あのー、せっかくなんでね、ちょっと売り場でね、これをね、あのー、解説したかったんですけど、なんかね、もう、音楽が流れてんですよ。八歌堂の、あの、帰れの音楽。なんか、それを歌うってうのもきついけど、なんかもう明らかにもう、もう、あ,あ、 もう帰れっつってんじゃんかみたいな音楽なだったんだよね。まだ10分ぐらい。あ5分かなま、だいたいそんな感じですわ。だって、あの、何時 ?8 時50分に終わって、で、8日動か9時までだから、そ10分時間があって、その10分でやろうと思ったんだけど、もう音楽がもう帰れの音楽流れてるから、それでなんかその売り場だよね。 サクッとね、3分ぐらいとか言うも一発撮りでさ、なんとかさ、この謎解きキャンペーンとかやりたかったんだけどさ、それできなかったので、あの、売り場のところに、あの、これと、ま、同じような、ゃ売り場に何が隠されてるのっていう写真をですね、撮ってきたんで、それをだから、ちょっと最後につなげてみようかなと。まあ、つなげられなかったら、ま、別、コミュニティの欄に、あの、アップするとか、あの、別に、 ってそれだけのとところをアップすするかで対応したいと思い思ます私と同じくですね、これもうあと、えー、応募が、ウェブの応募がさ、28日なわけじゃん。だ今日で24日でしょゃあ24日で夜でしょで、夜にアップしたとして、3日間だけだからね、こういう、あの、ネットでさ、答えを拡散したっていうさ、悪意があるっていうよりは、悩んでるさ、人のためにお役に、 例えばとこれだけ入浴剤のうんちくを話してね、で聞いてくださった方に教えるっていう、ね、いいんじゃないでしょうか。 <laughs> ということで、ふんふんとか気持ち悪いな、自分で言ってて。ということで、本日は、えー、これにて、入、え、浴、ー、剤の、まあ、結局ね、何が言いたかったかっていうと、これの、あの、答えをお教えしますっていうことだけが言いたいがために、ずーっとこの入浴剤について、あとは、あのー、いろいろなことについて語、語り回ってたっていう、ただそれだけでございます。本当に、本当に長らくご視聴ありがとうございました。